はいどうも、カボジーです。久しぶりでございます。ちょっとね、夏バテしておりました。ということで、はい、今回紹介するデッキをいきなり紹介したいと思います。もう出てるんですけど、こちら、はい、クエスト式のシャドウブレードデッキでございます。デッキの内容はこんな感じですね。まあまあよく見るんじゃないのかな。これの抵抗とかをね、よく見るんですけど、記憶の抵抗版。今回はシャドウブレイドの方にしてみました。はい。今回採用した紫ユニットたちは、クエストの条件がこちらですね。アクションカードを使用するという方で、難なくね、すぐアクションカードを使用するとレベルアップするカードたちを入れております。まあね、ドラゴニュートだったり、コンガーマリと。あと、フェアリーですね。こちらの方もアクションカードを使用するという効果ですね。こんな感じで、はい、サンコスのユニットはすべてクエストの方はね、EX ポケットに加えるではなく、アクションカードを使用するとレベルアップするという効果でまとめております。まあそんな感じかな。あとディースの方は EX ポケットでレベルアップするんですけど、まあそこら辺はね、予知とかね、探索とか、他のカードで補っていきたいなと思っております。で、今回、割と強かったカードなんですけど、こちら、はい。サンブリの剣でいいのかな？サンブリでいいかな？読み方がわかんない。効果の方は、MP4 以下の味方ユニット1体に敵ヒーローにダメージを与えたとき、MP3 以下の敵ユニット1体を EX ポケットに戻すを付与するっていう効果なんですけど、こちらをね、フェアリーとかに付与させて、まあ、ちょこちょこね、空戦なので、上から殴ってダメージ与えて相手の3コス以下のユニットを戻していくというね、まあそういうねプレイをしておりました。今のところね、本職とかがね、地味に多くはないんですけどよく合うんで、なんか紫緑のね、守りの大盾アイルみたいなのに合うんで、まあそちらがちょっとね、なかなか対処できなかったんで、3振りの剣を入れております。で、あとですね、新レジェンド、こちら黒竜ミラボレアス、こちらの方は空戦で場に出たとき、相手の場にいる最も MP の高いランダムなユニット1体に5ダメージ、攻撃時すべてのユニットに自分の EX ポケットにあるカードの枚数分ダメージ、死亡時自身をデッキに戻すという効果なんですけど、今回ミラボレアスの採用理由は、このデッキ EX ポケットに結構な確率でいろいろね加えていくんで、この攻撃時のダメージをね活躍できるかなと思って入れてるんですけど、なんかね、レジェンドにしては微妙ですよね。攻撃時のダメージかける2倍くらいにしてもいいと思うんですけど、まあ、そこら辺はね、置いといてということで、はい。久しぶりにランクマッチへ潜ってみたいと思います。それではランクマッチへどうぞ。はい、対戦相手の方はウェスカーの方ですね。よろしくお願いいたしますと。さあ、クエストが、一切合切いませんね。というわけで、はい、入れ替えたんですけど、クエストいっぱい来ましたね。フェアリー、ドラゴニュート、コンガーマリと。この3体は手札に来てほしい。まあ、どれかね、2体は欲しい感じですね。で、お相手さんはリベンジ型なんかな？スパイダーなんちゃらみたいなのが来ましたね。まあ、ここはフェアリー上に置いて、フェアリーもう1体置いて、さあ、クエストを発動させます。で、ここで EX ポケットにね、加わりますね、いっぱい。で、悪魔集会はちょっと怖かったんで、ちょうどね、EX ポケットに来た新しいアクションカードを使いますと。で、ここで、コンガーマリと普通に破壊されましたね。ただ、悪魔集会を防いだのはいいことでしょう。結果往来かな？ただ、フェアリーが、110と19ですね。このデッキ攻撃力ね上げるカードがほぼほぼ入ってないんで、1点チクチクですかね。まあなんか対面に出されて育てられたら結構きついんですけど、今回洗脳があるんでまあ大丈夫かな。ヤマタノオロチが来る。これ洗脳して、まあお相手さんがね、どう来るかな？多分捕食とかね、なんか破壊して防いでくると思うんで、まあ、そこはいいでしょうと。はい。ヤマタノオロチがね、すぐ消え去ってくれることの方が、まあ、嬉しい感じですね。はい。なかなか辛いんでね、ヤマタノオロチ。
で、このままフェアリーがね、チクチクダメージ与えていって勝つのもいいんですけど、はい。ここでまさかの暗黒の取引。久しぶり見たぞ、このヒーローカードじゃない。アクションカード。ヒーローにね、効果つけるんですけど、黒ユニットにね、リベンジ不要だったかな。で、その代わり、ダメージ食らうのかな、確か、お相手さんが。1点ダメージ与えて、リベンジを付与するという効果ですね。こんな感じですね。ただ、これどうしよっかな。今、アクションがほぼほぼ入ってないんで、出せないんで、はい、ここで、はい、サンブリの剣でいいのかな。名前が全然当たってるのかわからない。フェアリーに付与して、本当はね、このカード、本職のために使いたいんですけど、リベンジにもね、使えますね。リベンジ後のカードは大体全部ね、3コス以下なんで、すぐデッキに戻りますよ。っていう感じですね。どうしようかな。ドラゴニュート置いて、はい。ここでメガでダメージ与えると。で、悪魔周回してくるんで、もう一回メガだけ打って、ドラゴニュートの3点ダメージで破壊ですね。メガはちょっと無駄打ちしちゃうんですけど、まあ、1点ずつね、入るからいいかな。相手ヒーローに。うん。お相手さんに1点ずつ与えるだけでも、全然いいと思いますと。さあ、ここでリベンジを引いていくと。空海が来ましたね。そろそろアンヘルを使いたい。アンヘルで、お相手さんのリベンジカードを盗みたいんですけど、はい、ここでフェアリーの効果で空海戻りましたね。なんて答え。で、ここでレベルアップも5回してると思うんで、はい、打ちましょう。はい、こちらのカードね、レベルアップ5回以上してたら、俊敏不要と攻撃力1で、いいのかな確か。はい。俊敏と攻撃力1が追加されますね。普段だと、HP、体力を5を回復するだけなんですけど、レベルアップ5回だと俊敏とね、攻撃力が上がるという効果のカードです。確か、MP5 以下のモンスターしか付けれなかったかな。モンスターじゃないね、ユニット。はい。このカルマメイはちょっと嫌なんで、シャドウブレで4点与えて、自分も2点回復しての、はい、破壊して、俊敏のね、ディースで攻撃していこうかなと思ったんですけど、ここで空海がまた来る。はい、EX ポケットに入ってレベルアップするんですけど、お相手さんの攻撃力が2以下だったら、デッキに戻せた。デッキじゃないね、EX ポケットに戻せたんですけど、戻せなかったと。というわけで、アンヘルで奪いますと。アンヘルでね、このスパイダーを奪って、で空戦なんで、お相手さん結構これはきついんじゃないの。入りましたね。はい、ということで、対戦ありがとうございました。こんな感じでですね、レベルアップさせて相手のユニットをね、奪ったり相手のアクションを打ち消したりとね、いろんなことができるデッキでございます。ということで、次の試合行ってみましょう。はい、対戦相手の方はジルの方ですね。よろしくお願いいたします。トゥトゥルルトゥって流れてますね。ロックマンいいですね、 BGM で。手札の方もドラゴニュートとディース、いいんじゃないの。うん、これドラゴニュートとディースと余地かな。うん、ただまあ引いたカードで後々迷うこともありそうな気がする。うん、さあ、まずはディースかな。うん、ディースを出してと。はい、あー、コンガーマリット来ちゃった、うん、これコンガーマリット出しでもいいかな。あ、いや、待った、どうしようかな。うん、欲張っちゃおう、欲張って。間に合わなかった。間に合わない。戻して攻撃与えてから余地かなと思ったんですけど、ダメージ食らっちゃいましたね。これ多分お相手さん普通になんかアクションカードでディース壊してくる？うん、そうですね。ディースの方がやられちゃいますね。せっかく余地でドローしたんですけど、ディースはいないんでレベルアップせずと。で、お相手さんはドラゴニュートの対面に出してくると、ジルをね。で、このグミ、明治グミだったかな。はい。明治グミの効果も多分これ発動しますね。
なので打ち消しますと。でバール来る、バールバル、はい、これはクエストの時4点ダメージになるのかな、確かそういうカードを使いますと。クエストのユニットがいると確か2点追加なんですよね、さっきのアクションカード名前が出てこない、うん、で、はい、ここでシャドブレでお相手さんを倒してダメージを与えていくと。で、またなんじゃこいつ、浜屋か確か、はい、に交代がつくんで戻しますと。多分ねこれ戻すけど、うん、衝撃使ってきますよね、やっぱ探索入ってるんで。ここはちょっと無駄に打っていって AP を貯めていきたい。はい、で EX ポケットに戻されるっていうか、もう戻したんですけど溢れないからね、今衝撃使っちゃったから。また多分弾焼きますね。いやーやだな。でここでとミラボレアスいるのか、お相手さんが5点以下のなんか出してきたらミラボレアス出してもいいかな。うん、体力が5以下だったらこのミラボレアスを出していい気がする。お相手さん何出してくる。たー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 まや戻します。たーまやは戻して、ここでメイジ組がやってくる。衝撃でディースの方に来るのか、あーどうしよう。はい、メガ出して EX ポケットをねちょっと軽くしておいて、でパタームパタームパダムかバダムバダムじゃね、いやパダムですね。このパダムがメツツキの方に行くのか、あーメツツキの出番は探索だけです。はい、ということでさらば。で、ここで、衝撃で6点ダメージ食らっちゃうんですけど、確か、この3コスのアクションがね、あるから、こちらのカードを使って HP 上げて、俊敏もつけていきたいと思ったんですけど、対面に、スキンヘッドおじちゃんがやってきたね。はい、スキンヘッドおじちゃんを、はい、戻しますと。バイバイ、EX ポケットに。で、カリュウの拳来るんで、ここで HP プラス5と俊敏をつけていきたい。で、お相手さんは最後の切り札。もうここでね、おー、とどめを刺していこうという勢いなんでしょうけど、まあどうなるか。はい、戻して、はい、明治組出てくるんですけど、これ明治組、撃っていいかな？いや、まだ撃たなくていいか。うん。ここで、筆調べ。もうこれしょうがないんで、はい、目つつきじゃなくて、目つぶしをやっていきますと、1点下げるかな、攻撃力。はい、で明治組の1点はまあ別にもう恐ろしくないんで、フェアリー対面に出してもいいかなと思ったんですけど、おっと待った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 、竜来る、竜来るか。どうしようかな。とりあえずじゃあシャドウブレ行きましょうか。はい、シャドウブレイドで6点ダメージで2点回復ですね。このシャドブレもね、もう4点くらい回復していいんじゃないの、元通りにしてよくないっていうのもあるんですけど。さあ、ここで竜の方を洗脳していきますと。4級のシールドのね、竜なんで、結構いいんじゃないの。しかも対面に出てくるあたりがいいね。ここで、カリュウの拳でまずシールドを破壊していく。これは、うん、賢い。で、次は、筆調べで6点かな。6点ダメージ飛ばしていく。これでと4-3ですね。で、あとこの、あ、まだある、まだある。はい。パターム。2点ダメージで5秒ごとに1点ダメージ。あー、これで5秒後にはもうやられますね、竜は。まあ、しょうがない。儚い命でしたけど、まあ、しょうがないね。ただ、お相手さんはもうデッキがないんで、最後の切り札しちゃったんでね。何か出されてもアンヘルで、アンテラ？アンテルかアンヘルかわかんないですけど、奪えるし、ミラボレアスでも破壊できますね。はい。ここでハンドガン。まあ、これは別にいいかな。お相手さんが何か出してきたら、クエストのね、アクションカードを引きたい。なるほど。マリーちゃんだったっけ？空戦の3級か。フェアリー出しますと。で、ここで、4点ダメージのやつをね、飛ばして、シールド壊していこう。多分2点2点で入るから、2点入るんで、このままシャドウブレイドと。そしたら多分フェアリーと、
相打ちになるかなと思ったんですけど、はい、お相手さんのリタイアでございます。対戦ありがとうございました。はい、ということでこんな感じのクエストシャドブレデッキでございます。ぜひ皆さん使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。